最も高潔な人種、北朝鮮の人々の自己認識とその問題点は、国内消費向けの北朝鮮のプロパガンダを分析することにより、北朝鮮が自国民を指導するイデオロギーについて論じた研究所である。著者は、ブライアン・レイノルズ・マイヤーズ、英語で書かれ、2010年に刊行された。北朝鮮の指導イデオロギーが、 共産主義であるという一般的な理解に反して、実際には自民族優越思想に立脚する国家主義であるというのが本書を通じて論じられるマイヤーズの主張である。また本書ではその起源が日本型のファシズムにあるとも主張されている。著者マイヤーズは本書執筆以前に北韓資料センターの収集資料を研究しており、本書はその研究結果に基づく。 フライアン・レイノルズ・マイヤーズは、アメリカ合衆国で生まれ、大学卒業までドイツで教育を受けた。月刊シザ・アトランティックのエディターの一人であり、大衆向け文芸のテクスト・クリティークに関する同志の、連載コラムを再編集した著書 A リーダーズ、マニフェストがある。また、1994年の著書ソリア・ンドノース、コリア・リテラチアは、北朝鮮文学の研究所である。 マイヤーズは20年間にわたり北朝鮮について研究し、朝鮮語に流暢である。また、釜山の東西大学校で国際関係論を教えている。本書執筆のため、マイヤーズは大韓民国統一部で手に入れられる限りの北朝鮮国内で消費されることが意図された小説、映画、定期観光物を参照して北朝鮮のマスカルチャーについて調査した。 マイヤーズ自身が主張するところによると、このアプローチの時点で本書の分析は従来の北朝鮮ウォッチャーによる分析と違って新しいという。従来の分析は北朝鮮の国営メディア、朝鮮中央通信が外部向けに発信した情報か、韓国内から英語で発信されるレポートに基づくものばかりであって、朝鮮語による内部向けのプロパガンダに焦点を当てた。 ものはなかったからである。本書、最も高潔な人種は二部構成になっている。前半はプロパガンダを通して考察した北朝鮮の歴史であって、日本統治時代からアメリカ人ジャーナリスト拘束事件が発生した2009年までを扱う。後半はプロパガンダに表現されるテーマごとの小立てになっており、母なる、朝鮮、金日成、金正日、外国人間。 南朝鮮といったテーマごとに北朝鮮の国内向けプロパガンダを分析する。本書で採用されているプロパガンダ分析の手法は朝鮮語の詩や記念建造物に込められたメタファーを論じ、そうしたメタファーに込められた自民族優越思想的ニュアンスを言語化するというものである。本書にはカラー口絵が16ページ含まれる。カラーページに引用されているポスターは 日本人やアメリカ人の人種差別主義的カリカチュアや亡くなった指導者、金日清と金正日を自負のようなイメージで描いたものである。朝鮮半島の軍事境界線に近い非武装地帯に置かれた統一推進プロパガンダ。本書、最も高潔な人種のは北朝鮮政府の最重要イデオロギーが極左思想に基づいてはおらず、むしろ、 極右思想に基づいていると述べる。2009年の改正により、朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法には、もはや共産主義への言及すらなくなった。著者マイヤーズによると、主体思想は、北朝鮮の主要イデオロギーではない。むしろ外国人を欺くために、意図的に主体思想こそが指導原則であると言っているのでは、ないか、というのが、 証拠に基づいた著者の推測である。さらに本書は、北朝鮮国内で黒人のキューバ人外交官がボートに襲われた事件や、他民族との混結時を見ごもった北朝鮮女性に中絶が強いられた事件の調査報告を引用し、北朝鮮体制の本質が、排外感情と軍国主義にある点を指摘する。本書が論じたところによれば、北朝鮮体制を支えるイデオロギーは、 マルクスレーニン主義ではなく、朱子学的受教思想でもない、むしろ、日本型のファシズムとの間に関連が見出せるという。本書は、政府が自民族を人種差別主義的に規定していることにより、朝鮮民族が汚れがなく、道徳的に優れた存在であるが、軍事的には脆弱であり、それゆえ金日清のカリスマ的指導と保護を必要とする存在であるとする。 優勢学的なナショナルアイデンティティがもたらされていると議論する。ただし、著者マイヤーズによると、これは大衆を統制するために必要な抑圧と監視の総量を北朝鮮政府なりに削減しようとする戦略の一つかもしれない。本書が分析したところによると、北朝鮮政府のプロパガンダにおいて韓国は外国人支配勢力により汚染された地として描写される。 反米主義は北朝鮮の外交政策の要石である。北朝鮮国民が不条の世界からの命令は清い朝鮮人種には適用されるべきではないから公然と無視して良いと考えるようになっていることを著者は憂慮する。北朝鮮の国内向けプロパガンダにおいては食料支援などのアメリカによる人道支援がアメリカの臆病さの現れであるかのように描写される。そこには アメリカの善良な労働者と邪悪な資本家の区別すらない。この点はかつて冷戦期ソ連のプロパガンダも同様であった。本書、最も高潔な人種は2010年の刊行当時、非常にメディアに注目され、アメリカ合衆国内の各種新聞で書評欄が荒れ狂った。いくつかの書評においては、北朝鮮国民によるゼノフォビアの実例が紹介され、 韓国の国際結婚率の高さが心配された。21世紀初頭に北朝鮮への訪問経験があるジャーナリストのクリストファー・ヒッチェンズはかつての訪問時に抱いた北朝鮮はスターリン主義体制国家であるとの認識が悲壮なものでありかつ誤りであったと結論づける長い書評を書いた。ヒッチェンズはまた本書の分析から導き出される。 嫌をせざるを得ない帰結として多くの韓国人が自分たちの政府よりも北朝鮮体制の方を正当性のアルコリアだと思ってしまう可能性を指摘した。雑誌ニューヨークタイムズは本書の特徴を直感に反する事実が次々と提示され議論が用意周到かつ複雑に展開されると評した。しかしながらザニューリーパブリック誌のブラッドリー・マーティンは スターリン主義、毛沢東主義、東アジアの伝統思想が北朝鮮のイデオロギー形成に与えた役割を本書に基づいて軽視してしまってはならないと述べる。マーティンはファシズム体制以前の日本の甘え、万歳といった日本語の単語によって北朝鮮イデオロギーの心理学的な理解が可能であると論じた。論文歴史学者のチャールズ・アームストロングが 研究雑誌 The Journal of Asian Studies で主張したところによると本書最も高潔な人種の提示した各結論は目新しいものではない。アームストロングによると北朝鮮に対する日本の植民地主義的軍国主義の影響についてはマイヤーズの元同僚の歴史学者ブルース・カミングスがすでに取り扱っている。アームストロングは マイヤーズが日本の影響を過大評価しているとし、大日本帝国にはカリスマ的リーダーと大衆動員等を書くため、実際に北朝鮮に近いのは日本型ではなくヨーロッパ型のファシズム体制ではないかと述べた。オルゾデビットイコールウエストが研究雑誌ジャーナルオブコンテンポラリーアジアで主張したところによると本書はありきたりの悪の数軸論法による 文化論であって、ナチズムとスターリニズムの違いも曖昧であり、北朝鮮に対する、もう卓党主義の歴史的影響を見落としているという。デビットイコールウェストは、マイヤーズが関連する、北朝鮮学の先行研究、パク・ハンシクの研究を引用していない、点、先軍思想に関する言及が少ない点を、本書の不備として挙げ、さらに主体思想が、 民族主義的思想であるという主張は誤りで普遍的人権思想であると主張した。ガード・ジェンドラシェクが研究雑誌スタディーズ・オンアジアで書いたところによると、マイヤーズは建設の教示的な違いと通じ的な違いを軽視しているといい、本書は説明不足であり、反証を無視しており、自己矛盾に陥っており、バイアスのかかった噂話に基づいた分析を行っているとした。 スージー・キムが研究雑誌クリティカル・アジアン・スタディーズで書いたところによると、マイヤーズは子供じみたオリエンタリズムに満ちた眼差しを通して北朝鮮を解読しようとしており、朝鮮の伝統的な儒教との関係を理解せず、儒教の影響を否定し、北朝鮮では親子関係が日常的に比喩として用いられることを意図的に無視しているという。また、マイヤーズが潜入主により、 北朝鮮のユイガロ論とナショナリズムから人種差別主義を合成したとし、これによりアメリカの人種差別主義とオリエンタリズムを免罪しようとしているとした。また、マイヤーズが一度も北朝鮮を代表する者や住民への聞き取り調査を行っておらず、用いた資料を文脈に応じて柔軟に解釈を変えることをしない一方でテクストを 自分の都合の良いようにひとまとめにするストローマン論法を用いているとした。また、マイヤーズが朝鮮民族と他民族の単純な二分法を学面通りに受け取っているとした。クレーグ・マッキーは研究雑誌ザ・ポリティカル・エコノミー・オブ・アフェクト・インイーストアジア上でマイヤーズのこなる人種という概念定義には彼が依拠したテクストの選び方に問題があるため、 非常に疑わしい点があると書いたが、本書全体は、北朝鮮のプロパガンダを特徴づける、シセルフソへの病的なこだわりと、その子孫というテーマについて実に正確に記述している、とした。雑誌類、アンドレー・ランコフは、雑誌ファー・イースタン・エコノミック・レビュー上で、マイヤーズの北朝鮮へのアプローチは、斬新であると書いた。北朝鮮に7年間住んだビジネス問題の専門家、 フェリックス・アップとは本書には欠陥があり、当てにならず、馬鹿げており、疑問を持たざるを得ないと主張した。そして本書が北朝鮮人自身よりも北朝鮮のプロパガンダを真面目に受け止めていると述べた。ありがとうございます。